Hang out with Harry! Hello, hello, what a lovely day today! 今日はなんとですね、スペシャルな回になります。なぜなら、友達から連絡がリンリンあったんですよ。そして、ハリーどうしても見てほしいものがあるから来てくれないかということで、来たのがこちらです。ズドーン British Embassy Tokyo 英国大使館です。なぜ僕が英国大使館にやってきたのか、Let's find out! Here we go! お邪魔しまーす。There you are, my friend! Hey, good to see you! Good to see you, good to see you! Yes, let's do the... No, these days we have to... We can't shake hands, so... 僕の仲いいロビンさんです。ロビンさんはあのウェールズ政府日本代表なんですけれども、シュマイ、あシュマイ、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 ようこそお越しくださいました。シュマイって何でしたっけ？シュマイってあのウェールズ語のこんにちはという意味です。あのそもそもウェールズ語っていうものがあって英語と全く別なんですよ。これが。And to say hi, we say シュマイ。シュマイ、そうですね。え、シュマイって言われたらシュマイ返ししていいんですか？そう。ちょいです。しかも発音が綺麗。シュマイ、シュマイ、シュマイ。Come on in. Yeah. Thank you. Excellent. では早速参りましょうか。わお。今から地理のジオグラフィーの授業が始まるんですか？そうです。違います。そうです。じゃあこれはウェールズで、皆さんはあの知らないかもしれませんが、ウェールズはあのイギリスの西の方にあって、ロンドンから 250km ほどにある国です。そうなんですよね。だからもうみんなあのイギリスっていうとイングランドがあって、ウェールズがあって、北アイルランドがあって、スコットランドがあるって。そうです。で、ウェールズももちろんね、そのユナイテッドキングダムの中の別の国であって、うんうん、その別の法律のもとを治められてるっていうことですよね。今ウェール政府として日本にいます。うん、yeah, exactly.僕のウェールズ の, あの印象なんですけど、本当に It's beautiful。ありがとうございます。あのランスケープがものすごく美しいし、そうですね、あとはあのお城の印象が強いですよね。そうですね、あのすごく水が綺麗な国で、うん、人がすごく優しい。でお城の話だと、あの世界一古いお城がある国です。はい、600以上がある、うん、あのウェールズは実はあの四国と同じサイズぐらいで四国と同じサイズぐらいで600以上のお城があるんで、うん、四国の中に600ものお城があって考えられないことじゃないですか。そうですね、ほとんどどんな町でもお城があるっていうことですね。よく見るとこちらにクランテッドの近くにモステンも書いてありますよ。でグレゴリーさんが住んでるのはあそこにあるお城モステンホール、モステンホール、モステン町にあって、ここに住んでるのがあの僕の幼馴染で、あのロミンさんのマブダチでもあるモステン郷なんですよ。いろんなねキャッスルがこの辺いっぱいあったりするし、綺麗だし、僕も大好きな国ですね。ウェールズは、まあ、この地図を見ると分かるだと思いますけど、海の方に面しているんで、すごい海の文化もたくさんあるんで。そうなんだ。そうそうそう。でもあの、Robin, I have to remind you、なんで僕今日ここにいるんですか？そうでした。そもそも、もちろんね、あの観光的な番組にしてもいいと思うんですけど、ウェールズ魅力いっぱい語ったんだけども、ね、なんで僕に連絡してちょっとあの大使館に来てくれないかって言ったんですか？はい、はいはい。まあ、もう一つはあのウェールズの自然が綺麗で、うん、あのすごい食材も美味しいな、うん、すごい自慢です。はい。で、その間の一つはあのウェールズ一押しウェルシュラムです。ウェルシュラム、今日はちょっとウェルシュラム試食してもらいたいと思ってインバイトしました。ちょっとじゃ あ, あのラム肉だったらダイニングルームの方に行った方がいいかもしれません。ちょっと待ってくださいよ、大使がいつもお食事されているルームにお邪魔していいっていうことですか？ Very welcome。 ドキドキです。参りましょう。Look at this. This、yeah. is just magnificent. A little touch of the UK in the middle of Tokyo. すごい。ここではそうそうたる方々が、まあ、大使もそうですけども、日本の政府を代表される方々とか著名の方々が、ここで日本の未来とかイギリスの未来とかウェールズの未来に関して話している。
場所なんですよね。おお、はい、What have you got there? これはウェルシュラムそのものです。うわどうですか、これがあのプレミアのウェルシュラムですか。そうです。どうぞどうぞ座ってください。ありがとうございます。あのまさかこれでいきなり生で食べるわけではないですよね。いやそうではないですね、ちょっと一瞬見ていいですかこれ、うん、どうぞ。あのだからもともとラムっていうものはズドーンとラックとして出てきますよね。だからそれもこれもすでにチョップされてるっていう。そうですね、うん、この部位はラムラックから取ったラムチョップです、はい、そうそうそう。ってことは今日は、うん、ラムチョップです。でもその前にちょっとどうしてそんなに美味しいか分かりますか、うん、いや知らないんですよ。だから僕ただ、あの美味しいっていうことしか聞いてなくて、I mean you must have a whole amount of knowledge up there. 教えてください。なんでウェールズのラムは美味しいって言われてるんですか。まあいくつかの秘密があると思いますけど、2つだけちょっと教えてあげます。はい、教えてくださいよ。1つはあの牧羊の歴史。うん、あのウェールズの牧羊は4000年に近い歴史があります、うんうんうん、でずっとあの generation to generation we've passed the knowledge and the understanding of the techniques about how to cook Welsh lamb、うん、羊の数は、うん、あの人口の3倍になります。人口の3倍そうです。人300万人で羊は900万ですちなみにあの Welsh lamb mean the sheep何食べてるんですか。そうですね、それは2つ目の秘密です。おあのウェールズの牧草は本当に美味しい。その海からの潮風とウェールズにある土のおかげで、うん、The soil is so mineral rich and juiciness and the tenderness of Welsh lamb、うん、それでヨーロッパであのウェールズラムは柔らかくてすごくあの美味しいでみんなは分かってるんですが、うん、日本ではまだあまり知られてないじゃないですか。知られてないんですよ。日本にあの輸入してる、まあ、輸入しあの2019年から。そうそうそう、2019年からだったんで、あのまだ輸入量が少なくて手に入りにくいですね、うん、でもそれが今後変わっていくんですよね。そうです、うん、それはあのこれから大手企業は輸入し始めるだと思いますね。あ、まあ、今年の夏、春夏ぐらいで。 Excellent。 あとはあのすごい興味持ってるファミレスチェーンもあって、そのうちにメニューにあの出るかもしれません急にすごいビジネス感が出てきましたねそうです。でもね、我々日本人がすごい気になるところが、ラムというとその香りっていうもの、ね、うん、そうですね、あラムの香りちょっと強いよな、うわーっていうところも、うん、もしかしてそういう人もいるかもしれなくて、うんうん、そう、あの多分今まで日本人が食べられたことがあるラム肉と、うん、ウェルシュラムが全然違うだと思いますけど、香りもですか。香りもですが、どうなんだろう香り。 The best way to find out is to try for yourself、うん、OK。 ドアの向こうにあるキッチンですか。そうです。ちょっと行ってみますか。わかりました。あのこれがあったからエプロンがあるから、ね、明らかにもうこれからキッチン行けよっていうことですよね。はい、大ヒントでした。 Okay. Excellent It's you! Good to see you! Good to see you too! Welcome back! フレディさんです。大使館の料理人であり、大使館のエグゼクティブシェフなんですよ。で、僕は以前あのフレディさんにあの英国食の親善大使としていろいろと料理をあの教わって、And do you remember, I learned how to actually cook lamb that was マリネされたラムを2016年ぐらいにあの教えてもらったんですけど、 But that wasn't Welsh lamb. You were good at it.悪くなかったって。So yeah, so you're going to be taking me through how to cook Welsh lamb. Yeah. Freddie, tell me, is it difficult? Is it easy? Yeah. I think so. I think it's probably the easiest piece on the lamb to cook is a lamb chop. Take me through it, man. Yeah. Shall we?Yes! やりましょう、okay. お願いします。 So let me give this to you. ありがとうございます。キッチンですね、英国大使館のキッチンにお邪魔させていただきますから。 So wow, look at this. Okay, okay. ちょっと待ってください。フリーさん、その前に What do we have over here? こちらは A dish with lamb
with leek. Leek! We call this Welsh leek, セイヨネギ。ウェールズのネギなんですね。And they are sauteed in a Welsh butter called Calan Wen as well. Calan Wen. And over here, yes, what further, do we have? I've made some carrot ginger puree. Yeah. And it is seasoned with cumin, salt and pepper. Excellent. And you can smell that. で、クミンでしょ？クミンとジンジャーの香りがもうツーンって鼻にくるんですけど、すごい美味しい。なんかあのインドカレーに使われる、だからクミンがそうですね。Just a pinch。うん。でもなんかあの攻撃的じゃなくて、ほんのり気持ちよく鼻腔に刺激をしてくれて。And what do I see? これはもうフレディさん、これすごい大事。よかった。グレイビーじゃないですか。Mint gravy。Yes, sir.Mint gravy, how do you put the mint in there? Well, you infuse with the mint, so you make the gravy, then you chop some mint, put it in, and actually take it out again. あ、そうなんだ。Yeah. It has infused into the... If you leave it too long, it can get bitter. ほんのちょっとだけ、ほんのディップする感じなんですか？ These are the lamb chops. Welsh lamb. Welsh lamb. Isn't that beautiful? You can see that there is a great balance between the meat and the 油。料理する前に、この見た感じ、フレディは見てどう思うんですか？他のラムと比べて。Just the visuals. This, I can say that it's a little lighter in the color than, for instance, lamb from down Wherever. south. Okay. And I can also see that the 油, the fat piece, is more light. It's more, has more bright colors than the other lambs that we すごい面白いですよ。見て、これがさっきのウェールズのバターですよ。カロンベンっていう、初めて見るこのバター。So that's really, 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 that is, I would say it's one of the best butters I've ever. What's so good about カロンベン butter? It's real. 本物だって。本物のバター。It's really, I mean, there is no additives. There is no, usually sometimes you put in butter all over the world.Something that makes it a little bit softer, so that it's easy to take straight from the fridge and put on. This is just so rich. I just love the sound of grilling, the sizzling. So when we talk about how long, if you have the bone on,It's usually a little longer. What do you mean by longer? The time? The timing. Because that piece right here is difficult for the heat to get in there as quick as it is to be off. なるほどなるほど。大体3分ぐらいですかね。I mean, depending on shiji, lamb is something that people don't like to eat that rare. なるほど。It's my, when we have guests here in the residence, I try to make it medium well. なるほど。But still with a rose color. Okay. あ、お腹空いてきた。Yeah. Then we will give them a little bit of seasoning. Okay.That could be anything actually. Seasoning は何でもいいんだけども Today, ショートコショウ because we have so many flavors. まあ他のいろんな味があるから今日はシンプルに塩とコショウで。わあ、簡単ですね、フレディさん。ですよ。僕みたいに毎日料理しない人でもすぐできちゃいそうな。それはロケットサイエンスではないです。ロケットサイエンスじゃないですね。うん、確かにアインシュタインがしかできないことではないですよね。I say if I can do it, you can. Yeah, yeah. For sure. For sure. So this is very thin. What I do in the end is the abura. Yeah. So delicious. So I try to crisp it a little bit. Look at this. このクリスピーなところわかりますかね？ボンさせたい。Okay. Wow.I'm gonna leave them here. 超簡単、これだけなんだ。そうか。お、出てきました。ウェルシュリーク。そう。
We're going to do the Moritz game. Shall we try to do the Moritz game? Yeah, let's do it, let's do it. Ah, 英国大使館の食器ですね。So, this is Wedgwood. And it has been... 全世界の、あの、英国大使館、もちろん日本ではなくて、世界中の英国大使館は、この Wedgwood のプレートを使ってるそうですね。Aha! So, we're gonna make the... ネギ。Special one. 美味しそう。このバターがすごい気になる。ね。カロンフェンバター。ネギ好き？大好き。リック。ありがとう。来ました。これすごい気になる。Can you tell me the name again? So it's carrot, ginger, cumin. Cumin, cumin. Yeah. すごい。思い出した。フレディさんはね、盛り付けがね、極めて細かくて。結構日本人的な要素あるんだよね。ああ、なんかな。あ、っていうか、本当ラムが輝いてる。これ、we didn't put any like 油 on it at all, yeah? It's just grilled by itself. It's just grilled by itself. 見てくださいよ、これ。いや、待って。さあ、来ました。魔法のグレイビー。すっごいグレイビーのいい香りがする。耐えられないかもな。早く食べたいぞ。And then what do we have over there? Some green. Then we have some mint here. Mint. That is mint. And I think that's probably the most important thing about the whole Moritzke because it will give it some fresh mint. Beautiful. There you go.Look at that. So you have your leek, you have the puree with the carrot and the cumin and the ginger, you have a crisp potato, and then you have the Welsh lamb. Just by looking at it, you can tell, you can enjoy the 食感, the different textures. なんか見ただけですごく食感の違いを楽しめますよね。クリスピーなポテトもそうなんですけど、そこにある人参のピュレあって、でラムがあって、食べましょう食べましょう、これは。はい、よかった。うん、Oh! This is what we came out of, man. Thank you, Freddy! Well, you almost made it yourself. Let me take my mask off. Enjoy! Thanks. 来ました。目の前に出てきたのがロビンさん、そして、フレディソンが、フレディさんが提供してくださったこのウェルシュラムです。これですね、切りやすい。This is probably the easiest to cut this knife over here. なので、Should I go in for the lamb straight off? That's what I would do. あー、来た。やばい、やばい、やばい、くる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 。ちょっと待ってください。うん、うん、Wow!油、It's crispy! さっき調理してる時に油をクリスピーにさせたいって、うん、初めてかもしれない。甘いんですよ、油がね。しかもそれがクリスピーで甘いっていう、こんな油の楽しみ方は初めてです。で、何よりもお肉がラムって信じられないぐらい柔らかい、うん、この赤身、赤身の極み、うん、本当は僕もキッチンカーとか街に出して、代々木公園とかに出して、みんなに届けたいんですよ、このラム。だけどこういうご時世、コロナの影響できないじゃないですか。日本人の方に召し上がっていただきたいということで登場です、ハラペコ AD シスターズ。じゃあぜひともマスクの方を外していただいて召し上がっていただきましょう。では、すいません、ではいただきます。はい、はい、うん、おいしい。めっちゃサイレント。おいしい、うん、と笑いが出ちゃうぐらいおいしいです。おいしい、うん、めちゃくちゃおいしい。めっちゃ、何ですか、思ってたラムと違うというか、うん、
どう違うの思ってたラムとは。なんか正直もっと癖が強いというか思ってたんですけど、食べていいですか。いいよ、どうぞどうぞ、食べ続けてください。いや、なんかこれ食べちゃうともうなんか他のラム食べれないですね。このお肉が食べれないですよね。お肉が食べれない。いや、それ言われると嬉しいです。ロメンさん嬉しいですね。嬉しい嬉しい、うんうん、こんなに美味しい、うん、ってことはやっぱりイギリスの中でも有名、愛されてきていたんですか。そうですね、やっぱりサミットやウィンブルドンなどのイベントに提供されてます。あ、テニスのウィンブルドン。そうそうそう、テニスのウィンブルドンでも使われていて、それ以外にもいろんな場所でもこのワウシュライムが出されていたりとかしてるんですよね。そうですね、うん、例えばまあ、クイーンエリザベスダイモンドジュビリーセレブレーションズ、they also serve Welsh lamb。 へえ、即位60周年を記念する祝賀会でも Welsh lamb が出されたんですか。そうそう、それだけでもWelsh lamb の美味しさ理解ができるだと思います。うーん、ウェールズだけではなく The whole of the UK、 もうイギリスを代表とする、イギリスが誇りを持って世界に届けるのがこの Welsh lambってことなんですかね。そうです、そうです、うん、まあ、もちろんイギリスの他の地域も羊育ってるところがありますけど、やっぱりなんか誕生日会とか特別の時でみんなはウェルシュラムを食べたいだと思います。ラムってこんなに美味しくなりえるんだなって分かった一日で、あとこの英国大使館を使わせてくださってありがとうございます。 Thank you so much for that, Robin.Diolchenvawr. Thank you very much. What was that? Diolchenvawr. Diolchenvawr. That really sounds unfamiliar, but that's Welsh probably. Yeah. Which means? Thank you very much. Diolchenvawr っていう、そうですね。最後にウェールズ語ぶち込んできた。Diolchenvawr. Yes, and how do I say back? Diolchenvawr you say and I say? Exactly the same. Diolchenvawr. Diolchenvawr.、Mm. あと、ロミンさん、いろんなまあ、ウェルシュラムの新しい情報は全部概要欄の方に書かせていただきましたので、そちらの方をチェックをお願いいたします。 Okay, so gentlemen, thank you so much for your time. ありがとうございました。 Take care. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. ごちそうさまでした。ディオフンバオ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 。